これが観覧車の操作バンク。また電気足りねえ。その心配はなさそうだ。もしかしてさっきの。じゃあちょうどよかったね。よしよしよ。おお、うまくいったね。これで牢獄島にと。お前が守っている。そいつを倒してこ。クイーンに睡眠がかけられた。ほっといたら危ないぞ。誰で？はっ、セイ、奪え。オラが離脱。誰か、回復。ジョーカーも推薦離脱。早く手当てを。最後のコアは、あ、これ知ってる。売上ランキングもずっと、その人気も。これで全ての動力源を。そうだな、邪魔なさ。ようやくアリスの王城に潜入で。ああ、スクランブル交差点に戻っ。なんか騒がしいけど。それが地下に落とし、この前の子たちが仕返しにでも来たってこと？願いで。っていうか、そのくらい自分たちで対処で。申し訳ありません。君たちってほんと役立たず。で？頑張ります。うん？た意外とやる。なんだか欲しくなって。それにクソ、どうなってんだよ。せっかくサーチライト、あちこちで暴れ回ったからな。マビ、まあ簡単にここにいても囲まれるだけね。仕方ない、一度現実に戻って。遅くなっちゃったね。スカ、どうするよ。いや、差し迫った問題が別にある。腹が減った。で、そこかよ。もうちょっと真面目に。あ、いや。まずは食事にしましょう。食事か。店。すまないソフィア。すでには宗次郎のカレーが食べたい。きっとみんなにもご馳走して。本当か、それは。もうマスターに甘えすぎ。やっとあれるか。なんだ、ダイズマガイズ。まあまあ課長。ただの。ああ、ねえ、そこのセクシーなお姉ちゃん。ちょっとやめ。なあ、そのちょっと君ら。はん、あ、このガキ。いい加減に。はいはい、その辺に。なんでって。あー、なんつうか、うさんくさ。何が正義の味方。
おっと、急に。いや、なんか一方的。いやいや、百歩譲っても成長。なんだお前。俺がその警察だ。分かっ。え、警察？すみませんでした。あー、こら、こいつ置いてくんじゃねえよ。まあ、そのうち目覚ます。よ、お嬢さんたち。いいってことよ。気をつけろ、この男。お、察しがいいな。まあ、監視を知ってりゃそりゃ。ちなみに、そこ。バカ野郎。わりわり、この酔っ払いの本を頼むわ。はあ、何なんだ怪しみ200。その公安が。そう怖い顔するなよ。お前と折り入って話。コーヒーでも飲みながらどうだ。そこはか。ごめんなさい、私たち。笑顔で言うな、笑顔で。で、用があるなら早く言ってくだ。分かった分かった。俺は長谷川善吉、警視庁公安部に。階級は警部補。警部補って偉いんだな。あ、まあいい。先日テレビ番組の中で柊アリス、まあだいぶ騒がれたから。まあわけあって一応事前に MC があんなことをしでかす様子はなく、アリスに特別な感居合わせた女性 MC と先週婚約したばかりだったらしいしな。で、警察は今心の怪盗団による怪心事件。去年よく似た事件がたくさん起きたよな。人格の表、怪心事件となれば容疑者の筆頭はお前だ。心の怪盗団のリーダー。薬か催眠術かわからんが、テレビ局に対する威力。このままだと遅かれ。いや、ふざけるな。ふざけちゃいないが、証拠はまだない。で、ぶっちゃけどう。は？犯人はお前な。なわけねえだ。だな、まあちょっと待ってろ。あ、もしもし、管理官。聞いたところ犯人じゃないそうですよ。え、冗談。いいから帰れ。わかりました、すぐ。ってことで上司の説得。お前がシロだって話。今の電話。やべえな。結局いくら冤罪だと主張してもお構いなしに。そうなったらお前も困るだろう。俺も事件が解決でき。そこで提案だ。俺と取引だと。俺は事件を解決したい。今は解決の糸口さえつかめなく。そしてお前は逮捕された。どの組織も身内の話は信じるもんだ。お互いに。そりゃお前みたいな怪しい野郎の言う。能ある鷹は爪を隠すって言うだろう。自分で言うか。普通どうする、この男が信用できるのか。しかしよく泣く猫だな。にゃーにゃー。ま、答えは今すぐじゃなくていい。いい返事を期待してるぜ、怪盗団。それじゃあマスター、また彼。悪いが品切れだよ。なせっしょうな。何なのあいつ。い、何本かネジの飛んだ男だったな。長谷川善吉、名前と似合ってな。でもあの人の本気で逮捕され。くそ、何が取り。でも問答無用で逮捕されるよりはマシよ。
ああ、警察が動いてるって分かっただけでも問題は、あの刑事。抜け目ないな、お前は。ねえ、お前ら。何もしてない。ソジロは心配。アリスってやつのことだ。あの告白騒ぎがお前らの仕業。はい。てか濡れ衣なんだよ。ごめんなさい、マスター。また余計。お前ら悪くねえんだろ。だったら堂々としてろ。おじさま、ご主人の言う通りだな。何かあったらいつ。あり。まずはアリスのことを何とかしよう。刑事の件はその後、アリスが真実を語れば。そっか、そしたら取引とかいらないもんね。しかし肝心のアリスの城にはこのままでは近づけないぞ。あの隔壁がや。何か困ってるか。あの隔壁を開ける方法。それは私にも難しいの。隔壁につながった端末。端末？操作パネルだ。何？ま、以前通った時に記憶した。間違いない。んなことよく覚えてたな。 AI だ。ああ、誰。気のせいだ。そったく、人の店を。俺はぼちぼち帰るからよ。どあんまり遅くまっ。ラジャ。ま、ほど。問題はどうやって二人。何人かで協力すれば登れないかな。その間に敵に囲まれてしまうぞ。誰かがおとりにでもなって。おとりって。おとり役。さすがだぜ。大立ち回りを演じてシャドウを目いっぱい。だけど危険なのは確かだよね。私がサポートする。先行して敵の一団。そしたらお前の負担も。ノープロブレム。よし、作戦はこれで決まった。いいか。つけて。